しょ。はい、レイドジャパンセットできましたよ。なんか通し方さえ見えてくればこれ連発するかもしれないな。よし。はい、 HP バグね、バスの家になってましたよ。あ、沈む虫を入れ込んで、ほら来た、もうバスの巣だね。よっしゃ、食った一発。バックスライドどうかなと思ってね、流してみたらリバースクロー速攻で食いましたよ。おー食った、いきなり付け替えたら速攻食った。リバースクローすげー。ビラビラがある方が後ろって付け方にしたら速攻でね食ってくれました。いやー、バスのなる木だね。もうほんといっぱいいんねこれ。あー、ちょっとね、ノーシンカー、ドリフトの釣りが効いて、そんでギルもたまに当たるってことで、ビバギルのノーシンカーでドリフトを試してます。さっき重りをつけた仕掛けだとスタックしちゃって釣りにならなかったので、ノーシンカーでちっちゃいワーム入れると結構ココココンなんて当たりはあったから、ギルシルエットいうのをうまいこと流してる。絶対入れ方が合えばこのラインだと よし、ビバキル、よっしゃー、いたー。はーい、釣れましたが、これは痩せてるね。ギル食いたかったんだね。ビバギルノーシンカードリフトで食ったんですけども、ちょっとね痩せ細った感じの子なんで、そこ逃がしてあげたいと思います。でもね、釣れてくれてありがとう。ビバギル美味しかった。本当のギルもいるからちゃんと食べてね。よいしょ、ビバギル。はい、というわけで、まあよく釣れるカバーにちょっとねギルっぽいワーム全然入れてなかったので、普段だとあのブルフラットを投入してみたいところなんですけども、これね買ったばっかりのビバギル、これを入れたらどうかななんて思ってですね、ちょっと釣りをしてみました。
でね、最初は実はライトテキサス、好きなやつね、ライトテキサスで 2.6g ぐらいの進化をつけて投げていたんですけども、ちょっとねおかっぱりですごい浅いところのカバーも上の方まで枝がいっぱい張り出しているっていう感じだったので、このビバギルってね、ずっしりね塩入りで重いワームなんですね。結構ね見た目よりねツンとくるね重さっていうことで、ノーシンカーでね使ってみましたよ。で結構ねここ以外にも例えばトズラハラダムとかいろいろなところでまずね投げてみたんですけども、バーッと使ってみての感じは本当ね、投げ心地はツンと重いから投げやすいんですけども、若干感じたのが結構ねボディが固めで太めなんですよね。これだからブルフラットとかドライブ SS ギルとかと比べると若干ねフッキングさせるのがね大変っていうのを感じましたね。ボディに厚みがあるから針先をガンとね出して魚をかけに行くっていうのが、だからまあそうですね、今回ね脳神で針大きめで、で針を大きくすると軸線も太くなるから、まあそういった意味ではちょっとね通常ギル系で使うより細めの針で懐を広め、まあなかなかそういう針ないんですけども、そんな感じの針オフセットフックと合わせるとよりかかりが良くなるんじゃないかな。でもね今回はねほんとノーシンカーで流し込むだけでスパーンってねコン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 って当たり出て、でうまいことフッキングできていたんで、まあちょっと気のせいかもしれないので、まだねしばらく暑い日によってはギルが浮いている時期ではありますので、引き続きですねいろんな針とか、まああとは例えばジグストの具にしてみたりとかね、そんな感じでねいろいろ試してみようかななんていう風に考えております。小粒で重くておかっぱりだとねもうねかっ飛んでいくんで、それがまあ一番武器になるんではないかななんていう風に思います。おかっぱりで行くときはまずねちょっと、1個2個はねボックスに忍ばしていきたいななんて、まあほんとね結構小粒な割に飛びがいい、まあただそうですねちょっと固めのボディなんで、そこら辺はね柔らかめのボディを持っているドライブ SS ギルとか、あとブルフラットもこれに比べるとちょっと柔らかめなのかなっていうね、あれはねすごい、そこら辺の素材の硬さで使い分けていくと面白いんじゃないかななんていうふうに思いました。まあ引き続きですね、タイミングタイミングでビバギルね、ギル系のワーム大好きなんで投入していこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV は、ビバのですねこれビバギル、これでね、バスが釣れてこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。